1999年の映画『ポッポ屋』に炭鉱作業員として出演した志村けんさん、突然の不法を受けて映画の舞台となった上川の南富良野町の ＪＲ 伊予トラ駅では、昨日から駅舎に寄譲台が設けられ、別れを惜しむ人たちが訪れています。ね、最後こんな形です。この最後笑えないなと思って。手洗ったりうがいをするってことは。 やっぱりすごく大事なことなんだなって言うので、で、ていうの。これで改めて気づかされました。町内には志村さんが酒に酔って転びそうになる映画のワンシーンから。親しみを込めて志村坂と呼ばれる坂もあります。